女脳硬直は、中枢神経の障害により、四肢の高重力筋が収縮した際に見られる、異常死くらいの一つ。女皮質硬直よりも、重症とされ、円髄よりも、中枢側に、病変はあり、中脳や端の損傷によるものが多い。女脳硬直で見られる、異常死くらい、両上子は、肘で伸展、前腕はな内、で関節は、軽度屈曲する。 両下肢は股関節で内転、膝関節で伸展し、足関節は低屈をする。体幹は弓なり、半長を呈することがある。助脳硬直があるとき、頭部を左や右に向けると、向けた側の上下肢は伸展し、反対側の上下肢は屈曲する。これは原始反射の一つである。助脳硬直は、前提神経核及び端毛様態を中枢とする。 反射で起こると考えられる。骨格筋の筋緊張はこの二つの神経核から出る内側重足及び外側前庭脊髄炉という二つの電動炉からの支配を受けている。前庭神経核の内側核及び端も容体から発する内側重足は脊髄全核にある抑制性介在ニューロンを通して海運動ニューロンの興奮を抑制している。 一方、前提神経外側核から発する、外側前提脊髄炉は、同じ骨格筋でも屈曲筋への運動ニューロンに、対しては抑制性に働き、体幹筋や、進展筋へのそれに対しては興奮性、介在ニューロンを通して、興奮を促進している。抑制性の支配は、同時に、赤角脊髄,髄炉、皮質脊髄炉などを通じ、より上位中枢からの支配も受けている。 中脳以上からの信号入力がなくなると体幹筋や進展筋では抑制性入力が相対的に弱まりまず筋防水を支配するガンマ運動ニューロンの発火が更新するこれにより脊髄反射経路を通った興奮がアルファ運動ニューロンを興奮させて筋緊張の更新状態が持続するのである実際に実験動物において脳幹を中脳の上 おと下級の間のレベルで離断すると、除脳硬直の状態を起こすことができる。除脳硬直があれば、即座に、重度の意識障害と診断される、重要な証拠であり、意識障害の評価尺度である、グラスゴーコーマースケールでは、除脳硬直ならば4点、ジャパンコーマースケールでは200、エマージェンシーコーマースケールでは 200E と評価される。原因疾患としては、 脳出血、脳底動脈血栓症、脳腫瘍などがあり、この兆候が見られるときは、予後が悪いとされる。蜘蛛膜下出血では、主な重症度分類で、除脳硬直の有無が診断の必須項目となっており、手術適用など、治療方法が変わってくるため重要視される。ありがとうございます。